はい、皆さんこんにちは、吉田の今さです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、今日こそですね、今日こそというか今日ほどですね、動画を見ていただいてありがとうございますというね、感謝する日はございません。なぜならばはい、動画再生回数が100万回超えました。ありがとうございます。はい、100万とびとび2332回ということですね。はい、本当にありがとうございます。99万7000いくつっていうのはね、昨日の段階でしたけどね、まあ大体いつも3000回ぐらいですかね、毎日再生されてるんで、近々だなと思い、今見たらですね、超えておりました。ありがとうございます。はい、ちなみにチャンネル登録者の数はですね、780人ということですね。ありがたいです。ございます。そして、まあ、ちなみにですね、本数ですね、動画の本数が1379本。すごいね、そんなやったんだね。ちょっとこう、雲をつかむような数字ですけれども、まあまあまあ、日々ねですね、何本も上げておりましたので、いつの間にやるという感じですね。本当にありがたいでございます。さあ、まず目指すはですね、チャンネル登録者もうすぐ800人ということでね、もちろん800人目指しております。そして、再生回数ね、100万回いったんですが、200万回をね、目指していくことを当然ね思っております。でですね、一応まあ年明けですねに言おうかなってことですけども、発表ということで、今軽くですね、ちょっとした発表します。まあ大したもんではないですけども、まずはですね、まずはというか、動画ですね、このアップ数ですか、今3本平均なんですね。1日もっと多くしようと思ってます。1日ですね、まあ、4本になるか5本になるか6本になるのか、はたまた7本になるのか分かりませんけども、ちょっとね、3本じゃなくてもっと多く1日ね、アップしていこうと思ってます。というのはですね、まあ今日思ったことっていうね、たまに最近たまになっちゃいましたけども、そのシリーズですね、コーナーというか、それもまたね、できたら毎日ですねやりたいと思っておりますし、あと大好評の滑らない一言ね、これ系ですね、これ系もですねやっていきたいと思っています。はい、であと大好きなですね、私の大好きな漫画ですね、ちょっと漫画についてもちょっと語ってみようかなと思っております。はい、まあ今まで読んだ漫画ですけどね、ガンツとかね、ハンターハンターとかね、バガボントとかですね、まあちょっと古く言えば、例えばこれちょっとわかりますよ、まあドラゴンボールとかですね、はい、私の大好きなマヤミノ先生のね、パタリロをはじめとするですね、いろんなものとかですね、はい、ひょっとしたらですね、北斗の拳とかですね、語るかもしれませんし、まあいろいろね、なにわ金融道、このあたりは語ると思いますね。青木雄二大先生のですね、そのあたりもね、ちょっと少しずつですね、その漫画を語るっていう部分をやってみたいと思います。そして、しばらくやってて最近やらなくなっちゃった芸能ニュースとかですね、特にですね、コミックというかアニメ系とかですね、はい、そういった芸能ニュースとちょっと違うかもしれないんですけども、はい、とか、まあ、お笑いタレントの方とかですね、そういう方のなんかニュースがあったらね、ちょっとやってみようかななんて思っております。あとはですね、あと前やっててやっぱ同じく途中になっちゃった英単語ですね、はい、英単語、これもですね、今考えてるのはですね、最初今までやってたのは簡単な英単語でしたよね、ちょっとね、難しい英単語、例えばなんだろうな、例えばが思い浮かばないんですけれども、よく使わないというか、よく使わないというとちょっと語弊がありますけれども、あまり知られてないというかね、ちょっと難しい、これって何て言うんだろう英語でっていうね、ものをですねちょっとやってみたいなかなと思います。はい、あとはですね、これちょっとどうなるか分かんないんですけども、論理的思考でお悩み解決ね、論理的思考のですねロジック3というね、ツールを使ってですね、
まあ、いろんなですね問題解決しとこうってあれもですねちょっとやりたいと思っておりますし、あとはですね、他の方、動画アップされてるですね、ビデオブロガーの方の動画の紹介ですかね、こんなのありますよ。最近昨日か見たやつはあれですね、タイトル100人切りでしたっけ、50人切りとか50人切り、道具編とかですね、ちょっと忘れましたけどあるんですよ。あのパラパラ漫画って昔よくねノートとか使ってですねやりましたけど、あんな感じの本当にシンプルなですね白黒のですね、ものでですね、ひたすらですね一人の中心となる主人公みたいな人物がですね、どん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 ですね、迎え撃つ敵というか、まあ、敵といってもそっちもシンプルなんですけども、それをどんどん倒していくというやつなんですけど、これね非常に素晴らしかったですね、そんなものがあってとか、まあ、あとはまあいろんな動画ねアップされてる方いますよね。そういった方の、まあ、承諾を得た上でですねちょっと紹介とかねしていきたいかなっていうふうにね思っております。ということで、今日はですね、チャンネル登録者そしてね、動画再生回数累計ですけどもね100万回突破ということで、感謝感謝の発表をさせていただきました。これからもよろしくお願いいたします。